皆さんこんにちは。こんにちは。あれですね、ビームスコラボが復活来てますね。来ました来ました、うん、素敵なプレゼント、はい、パーティー何でもいいんだよね。何でも OK です。軽く取りましょう。はい、はい、何でもいいです。例えばこんな感じで、はい、挑戦。ビームスから来ました、はい、懐かしい。これです、ね、懐かしい、はいはい、セリフがね出るんですよ。ヤマピーコラボおめでとうってずっと言ってて、攻撃なんもないんで、はい、倒しましょう、はい、あ、ちょっと残っちゃう。12かな HP、 闇の分が足んないのかな。おお、多分ぴったりっぽい、ね、でプラスで落ちた。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、こんな感じで魔法石一つと、クマが手に入ります。はい、これ惜しいよね。ベア、ちょっとベア進化後を見ましょうか、はい、進化後じゃねえや、成長を見ましょうか。こちらでございます、はい、これが私のベアの今の状態なんですけども、初代ベア、同じです、同じです。今2体所持ってなってますけれども、さっきドロップしたからですね。で進化はしません。でこの子がですね、ビームスビーム、一旦の間神タイプの攻撃力が 1.5 倍ということで神エーハなんですけれども、はい、まあ、何よりも覚醒スキルが8個で、特筆すべきはおそらく封印耐性2つかな、うん、封印耐性かと思います、四つ星の中ではかなり強力なキャラではないでしょうか。リーダースキルもね、四つ星としては非常にいいですよね、うん、火と水と光で同時攻撃 2.5 倍、結構いいですよね。私の中で、制限系のダンジョン、四つ星までだよみたいなダンジョンだと、1コロウィンクを使う、マイメロじゃないや、クロミとか、クロミは何コンボ以上だったっけな、 2.5 倍とかなんですけれども、なんかその水準で考えても結構私はお気に入りのモンスターです。先日のワンダラー降臨じゃなくて、グリモワール降臨、はいはいはい、封印耐性来るじゃないですか。来ますね、うん、でカーリー、私カーリーで挑む場合だと、カーリーカーリーで封印耐性2つ持ってて、うん、1個1個で2つ持ってて、でパズドラベアが2つ持ってるんで合計4つで、あとあれか、イザナギ、イザナギも持ってましたね、1個持ってるんで、それでトータルで、うん、100% スキル封印を弾くとか、なんか結構ね有用なキャラでございます。皆様もぜひともこの機会に、期間限定のダンジョンですのでお取りくださいませ。私はパズドラベアを2体、まあ2体ともフルで育てるかどうかはかなり疑問ではございますが、うん、はい、皆様ぜひともお取りください。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなど、たくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。